こんばんは。今回は2023年上期総集編、気になった車たちというテーマでお届けします。ここでは上半期のイベントから15台を選びました。まずは桜モーニングクルーズから1950年のスチュードベーカーチャンピオンからです。こちらも桜モーニングクルーズからランチャーラリーストラダーレです。続いては埼玉県北本市ヘイワールドで行われた昭和平成のクラシックカーフェスティバルからフェラーリ 250GT2+2 です。小雨の降る中よく参加されたと思います。こちらも雨の銀座ランに参加された貴重な車、アバルト131ボルモトリコです。ランチャーラリー037と同じエンジンを搭載しています。さあ、ここから残り11台は今年2回行われたラルフズコーヒー&カーズから選んでいます。はじめにコンティニューションモデルのジャガー C タイプと D タイプからです。 C タイプは1951年ルマンに初出場、初優勝を飾り、 D タイプは1955年から57年までルマンで3連勝を飾っています。同じくジャガー XJ13 レース用に開発されましたが現存せず、こちらはレプリカです。最も多く選んだのは今年の2月に開催されたラルフズコーヒー&カーズで、テーマはイタリアのスポーツカー、そしてスーパーカーからです。トライアンフイタリア2000はジョバンニ・ミケロッティが TR3 をベースにデザインしました。ピニファインダーがデザインしたチスタリア202はフェインダーとボディを一体化したデザインで、その後の自動車のデザインに大きな影響を与えています。アルファロメオモントリオールは1967年のモントリオール万博にプロトタイプが発表されました。量産は1970年から77年までで3700台ほど生産されたと言われています。フェラーリ 365GTC4 は 365GT2+2 に代わるクーペとして誕生し、デートの時を用した車種を使っています。このアルファロメオジュリア TZ はザンガートと共同で作られた交換スペースフレームを採用し、レーシングカーとして誕生しました。生産台数は130台ほどでした。最後の2台は月並みかもしれませんが、ランボルギーニミューラと、そしてフェラーリ F40 を選びました。
かがでしたでしょうか。希少な車ばかりになってしまいました。